どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田桃々です。お若いナブです。よろしくお願いいたします。そして、はいはい、今回ですね、ゲストでお越しいただきましたのは、ドクター。巻き出しさん、よっしゃー、ドクター巻き出しです、よろしくお願いします。うわすごい。いや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 、もうラッパーですから。聞いたところですね、はい、お医者さんでありながら、はいはいはい、ラッパーもしてこういう話もしてる。そうですね、はあ、もう3つ欲張りさんですね。欲張りさんですよ。よく言われます。じゃあ一応なんていうんですかね、その柱はお医者さんなんですか。はいはい、柱はラッパーです。柱がラッパーなんです、ね。柱ラッパー。柱、まあまあまあ、とは言いつつ、はい、実質、はい、食いぶち的な柱は、はい、まあまあ、あの、ドクターの方なんですけど。まあ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 、まあ、まあ、ちょっとそこはね、あの、怪談師と言うべきだったんですかね。いや、大丈夫。いや、大丈夫。全然大丈夫。これで、ね、その、お医者さんっていうのは、はいはい、精神科医をなさってる。そうなんです。ね、はい。これあれですか、精神科医だとすると、はいはい、僕知り合いに、はいはい、セラピストいたんですよ。なんかこう話してて、はいはい、ある程度話すと性格とか読み取られたり、はい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 、うんうんうん、なるほどなるほど。牧田さんも僕もまあちょっと癖というか、はい、やっぱり人のなんかその話し方のスタイルでもそうだし、やっぱちょっと感情の機微みたいなのはすごい。はい、見ちゃうとあるんですよね。モモさんと、はい、あのお仕事一緒になられて、はい、今回ちょっとこのね、はい、撮影になったんですけど、はい、その時の吉田モモの雰囲気、喋、はいはい、り方を見て、はいはい、どんなタイプの人間かっていうのをちょっと教えていただけますか。いやー難しいな、階段、はい、あの時の楽屋の立ち振る舞い でちょっと空き時間のカオさんとかとね、はい、絡みとか、いろんな人の絡みを見て、で、僕は長年知ってるんで、大体、ああ、こんな感じだっていうの分かるんですけど。そうですね。まあ、なんかちょっとあの、先輩のね、はい、あの、怪談師の方が、ね、はいはい、いらっしゃるような現場だったんで、はいはい、すごいなんかね、あの、湯加減の調整と言いますか、あの、すごい場のね、やっぱりまあ、芸人さんっていうのもあるかなと思うんですけど、あの、上手な、よく見てらっしゃってね、あら、ほら、上手な方なのかなっていうような印象はちょっとありますけど。本音が今出たんですよ。嘘でしょ。からそんな。嘘でしょ。ないまあまあでも、ね、あのね、ちょっと人を傷つけるようなね、はい、ちょっとあのことは僕立場上あんまり。ほら。同じな。なんかあるんかよ俺。ということで、はいはいはい、そんな巻き出しさんにちょっと怖い話をですね、はいはい、いただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、あのまあ僕大体怖い話の収集先がですね、はい、まああの病院の飲み会とかね、はい、あのまあ今ちょっとコロナで少しこう数はかなり減ってるんですけど、はい、そうですね、まあ元々ちょっとそのラッパーで医者っていうので、はい、そんなにこう話が合う人がいなくて、はい、でこうなんか病院の飲み会とかもまあちょっとこうなんて言うんだろうな、振る舞いに困ってたんですよ。はいはい、でその中でただ一つちょっと編み出したのが、はい、怖い話を収集するっていう。なるほど。で病院は本当に怖い話の宝庫なんで。やっぱそうなんですね。そうなんです。そうなんです。もうね、あの、看護師さんがすごい、あの、いいパンチラインを、はい、あの、格言を残してたんですけど、もうナースコールは鳴りますと。患者がいてもいなくても鳴るんですって。おぉ、すごい。そうなんだ。おぉ、ね。ナースコールは鳴るもんなんですよ。なるほど。鳴らないナースコールはないんですよ。ないんですよ。山の雨みたいな感じです。なるほど。いてもいなくても鳴ると。そう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 。そうくらい、まあ、病院であの働いてらっしゃる方ね、あの、見てらっしゃる方もいるかと思いますけど、まあ、結構やっぱり頻繁にそういう話があって、はいはい、で、そういう話をまあ、ちょっと収集する場として、病院の飲み会を利用するようになって、ちょっと僕も少しこう、なんて言うんでしょうね、話すネタに困らないとかね、はいはいはい、で。そんな中でいろんなお話を聞くんですけど、結構、まあ、変わった話とかね、聞くことは多いんですけど、はい、あるまあ病院でね、結構大人数の飲み会でですけどね、はい、若手の先生が教えてくれたんですけど、はいはい、まあなんかうちは新しい病院で比較的まあ新しい建物なんだけど、はい、ね、うちはあれなんですよって、野球と一緒で3アウトのルールなんですよって、はい、なんかこう黒い影みたいなのが出ることがあると、はい、で黒い影がどんどん増えていくんですって、はい、で2つ目までは黒い影が病室の中に2つ目まで出た場合はまだ死なないそうなんですけど、3つ目の黒い影が現れるとなんかあの人もそろそろ亡くなるよみたいな、そういう話があったりとかして、
なんか、まあ、スリーアウト説みたいなことを言って、うんまあ、飲み会でね、ちょっとくだらない話としてやったりするんですけど、まあ、ちょっとその同じ飲み会でね、もう少しちょっと、怖いというか、すごい話を聞きましてね。これ、まあ、関東にあるある病院なんですけど、この病院、ちょっと病院の構造が特殊ででしてね、真ん中に、建物の話なんですけどね、真ん中に大きなエレベーターホールが通ってて、そこから放射状に3本、塔が伸びるような形で作られてる。そうそうそう、珍しい形なんだよね。まあ上から見るとこう Y の形、アルファベットの Y みたいな形の病院で、基本その真ん中のエレベーターホールと、そこに沿ってる非常階段で、まあこう、病棟間を行き来して、A と B と C とみたいな感じで、まあこう、いろんな部屋がつながってるっていうような、そういう病院なんですけど、この病院、A と B と C とそれぞれの塔の端っこで、ちょっと何か怖いことが起こる。怖いものが出るみたいな話があった。端っこで、それぞれの端っこで。で、まあそんな話を聞きながらですね、私のこの話を聞かせてくれた方、研修の時にその病院にね、短期間だけ勤めてたらしいんですけど、まあ、研修っていうのは結構夜中、当直とかをやっててね、夜呼ばれることとかが結構多いんですけど、まあ、ある階の病棟に呼ばれて、で、まあちょっと処置をして、それで、まあ、当直室っていうかね、研修が寝る部屋の下の階の方ですけどね、まあ、戻ろうと思って、エレベーターホールでなんとなくこう、エレベーター待ってたんですって。そしたら、キュル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 っていう音が聞こえて、自分が今来た B 棟の後ろの方の廊下の、突き当たりの方にキリ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 って音が聞こえたんですって、でパッと見たら夜中ですよ、もう結構な遅い時間、もう消灯してる病棟の廊下の奥の方で点滴台を引きながらなんかちょっとうつむいてる感じの方が歩いてきたんです、ああまあちょっとこの遅い時間だし廊下も結構電気ところどころ消えてるから、お一人危ないなと思って、まあ、なんとなくパッと見てたんですって、しかもなんかその方すごいうつむいてる感じで、歩き方もちょっとね、不格好な感じで、トタッとタッとタッと、キルキルキルって点滴を引きながら、で、ちょっとあって思ったんですって。よく見ると、その方、点滴台ってまあ大体こう病院歩いてる方ってね、この歩行器代わりじゃないですけど、まあそうですね、重心こっちに。そうそうそう、手を添えながら歩いたりしてるんですか、その方ね、点滴台を引っ張ってるんですって。手で持ってるのか、腕につながっているかん、チューブが引っ張ってるのかわからないですけど、とにかくピーンと伸びた点滴台が後からついてくるような形で、キリ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 って歩いてるんですよ。で、あ、これはちょっと危ない、なんか病院として報告しなきゃいけないやつかなと思って、 その方の方に近づこうと思ったら、その夜間ちょっと電気がついてるナースステーションの明かりが漏れてる廊下のゾーンに差し込んだんですって。そしたらその方ちょっとこううつむいてたんですけど、顔がね真っ黒なんですって。病棟のパジャマの色とか、髪の毛の色とか、それから着ている服の色とかね、その辺は見えてるんですけど、顔だけ真っ黒で、全くなんか強い影がかかってるように、まあただ実際前のめりではあったんですけど、おかしい、ちょっと明らかに顔が見えない、歩き方もおかしい、ちょっとなんだこれはって思ったら、キリ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 って音がまた今度別の病棟からも聞こえてきて、って見ると、今度は A 棟の方から同じキル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 って音が聞こえてきて、パッて見ると、同じ様子の方が、全く同じ様子の方が歩いてるんです。これ怖いな。点滴台をピーンと引きながら、もうなんか動かない犬を引っ張る、あのような形で、キル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 って、近づいてくるんです。だって要するにこっちからあれって思ったらこう来てるわけですよね。そう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 。で、ね、って思いながらも、自分の後ろ、見てない方のシートの後ろからもキュル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 って、ね、要は三方から全く同じ形の、これは怖い、気味の悪い老人が近づいてくると。で、これはちょっとさすがに普通の患者さんじゃないし、なんかこう報告しなきゃいけない病院のその危ない事故とかでもないと。っていうんで、まあその恐ろしくなってしまって、まあエレベーター押すんですけど、なかなか来ないんですよ。
でもそのだんだんこう挟み撃ちじゃないですけど、くる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 近づいてくる中で、もうちょっと我慢しきれないということで階段でバーンと降りて当直室に戻って、それでまあちょっと一晩休んでっていうまあことがあったんですけど、まあそんな体験談を聞きまして、まあなんか気持ちが悪いなと思ったんですけど、ただねちょっとこの話、あの実はですね、このY字の病院っていうのが少し前に取り壊されてるんですよね。ほう、はいはいはい、でもうないんですか。今もうないんです。で病院の全く同じ土地に新しい病棟が建ってるんです。まあもちろんその病院が所属してる病院、あの新しい病院に建て替わったという形なんですけ ど、実はこの話ね、あの先ほどスリーアウトの話を聞かせてくれた若い先生の先輩にあたる先生が話してくれてて、はいはいはい、この病院ね、同じ病院なんですよ、うん、つまり Y 字の病院が取り壊されて、はい、その後に新しく建った病棟の中で3アウトの例が出現したんですよ。そうなんですか。だからこれな、だからね、僕ちょっとこの話を聞いてすごいなと思ったのは、まあ、きっとその3体の例みたいなのがもうその土地とか、うん、その病院のあった場所にもともとついてて、なるほど、ね、病院の形が変わったからそれに合わせて、うん、まあその3体っていうルールだけ残ったんじゃないかっていうような、そんなこれちょっと変わった話なんですけど、怖い。そうなんですよ。まあ、ちょっとめっちゃ面白かったありがとうございます。いい、ちょっとね、まあ北極のスヌープドッグ先生を連れてきてるんですけど、連れてきて、まあ、ちょっとこのスヌープ先生も実は3体いるっていう。なるほど、ここまでの仕込みがあったわけですね。はいはい、全く死にますよ。え、ほら、じゃあお前もかぶせあるだろう。なんで俺だけが死ぬんだよ。分かんないでしょ、これは。とりあえず来てる僕がまず死ぬって。そう、考えたらまずそうだ。そうだ。ちょっとおまけ付きでしたから。めちゃくちゃ怖い話を聞かせていただきました。マキネスさんもあの YouTube をチャンネルでやられてるということで、はい、ここ出てますか、ね。ここに出てますので、ぜひチャンネル登録などお願いします。ありますので、よろしくお願いします。ということで、はい、次回もですね、次回もマキラス先生にはお越しいただきます。聞きたいですね。お話聞かせていただければと思います。はい、ということで今回のゲストはドクターマキラスさんでした。ありがとうございました。